はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、東京米東急ホテルさんの方にやってきておりまして、見ての通りですね、今日はこちらのですね、 JAL ウィングルームっていうね、コンセプトルームの方に宿泊させていただいてます。まだね、チェックインからルームツアー編ご覧になってない方はぜひね、こちらの方のあのリンクの方からね、そちらの方も見ていただければ幸いです。で、こちらの動画の方に関しましてはですね、まあ、館内のね、施設であったりとか、まあ、周辺の散策、あとはね、朝食などをお届けできればなというふうに思っております。いやー、もうね、チェックイン完了しましたけど、めちゃめちゃいい感じで、レイ君もね、結構テンション上がってる感じでございます。はい、ということでね、まあ、初めてね、こちらの、東京米東急ホテルさんの方に宿泊させていただくんですけど、初めてのね、お部屋がこのコンセプトルームということでね、非常に楽しみでございます。ということでね、楽しんでいきたいなというふうに思います。はい、そしてね、こちらのアメニティキットね、開けてみました。中にはね、こういったね、ティッシュだったりとか、これアイマスクですね。そして、これ耳栓。はい。そして、以上ですね。あとはですね、こちらの、はい、メゾンキツネさんのね、案内が入っておりました。まあ、こんな感じのね、ポーチでございます。いや、まあ今日ね、天気も良かったらですね、まあ、テラスとかね、行ったりもしたいなっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとね、室内でレイ君とね、遊んで夕飯を食べて夜ね、ライブをお届けしていこうかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、館内散策なども後でちょっとね、1階部分にね、コンビニがありますんで、買い出しがてらですね、まあ、館内の施設などもちょっとね、見ていこうかなというふうに思います。はい、レイ君も寝起きましたので、これからね、ちょっと夕飯をレイ君と私だけなので、まあ、ちょっとね、買い出しに行ってこようかなと思います、ね、なんか行ってるね。はい、地下1階の方にはね、この喫煙所と、あとね、ランドリー室がね、ある感じですね。はい、電子レンジなんかもね、ランドリー室にございます。はい、でこっちのね、青いところ、こっちの方に行くと、多分ね、バス停とかコンビニがあるんでしょうかね。はい、こちらがね、バス乗り場、1番のね、バス乗り場という感じですね。じゃあね、反対側の方に向かっていきたいと思います。コンビニの方はね、1番出口と反対側の方でしたね。ローソンのようです。綺麗な感じですね。はい、館内にね、ローソンがございます。はい、という感じでね、めちゃ混んでましたけれども、もうね、専門のお店っていう感じですね。お弁当とかゲットしてお部屋の方にね、戻っていきたいと思います。はい、おはようございます。今日はね、めちゃめちゃいい天気でございます。昨日ね、夜ライブを終えてですね、まあ、そのままね、ゆっくりさせていただいたという感じなんですけど、まあ、あいにくらね、昨日すごい夜もね、ザーザー降りだったんですけど、今はね、まさしく快晴でですね、いい感じでございます。これからですね、まあ、朝食の方ね、食べに行こうかなというふうに思います。お腹もね、空きまして、もうね、今9時回ってますんで、朝食会場向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、こちらがね、朝食会場となります。はい、今ね、席の方にご案内していただいてね、会場はね、結構ね、広いですね。はい、じゃあね、早速ちょっとお料理の方ね、見ていこうかなと思います。結構ね、まだね、9時過ぎとは言っても人多いので、ビュッフェ台がね、映せるかどうかちょっと分かりませんけど、映せるようであればですね、ちょっとトライしてみようかなと思います。行ってまいります。はい、ビュッフェ台の方にはね、こういったアイスコーナーであったりとか、キッズコーナーとしてですね、こういったコーンスープ、カレー、タコちゃんウインナーなどね、ございます。でこちらがね、サラダの方ですね、パンプキンサラダとかね、トマトとかがございます。はい、そしてね、こちらがスイーツの部分ですかね、なんかね、まんじゅうとかゼリーとかがございます。で、空いてないですね、サンマとかね、塩サバとか、大根煮だとかね、ございます。うどんとかですね。はい、フライドチキンとかナポリタンとかね、まあ、お子様が好きそうなね、メニューが結構やっぱりね、置いてありますね。はい、ということでね、こんな感じでですね、朝食をね、持ってきました。1個ね、空いちゃってますけどね。クロワッサンと、
おっしゃいましょうかね。はい、パンがございまして、サバの塩焼きとサンマのね、かば焼き、ソーセージ、ベーコンと唐揚げ、そしてナポリタン。で、フレンチトーストがね、なんかめちゃめちゃ美味しそうだったんですよね。生クリームいっぱい持ってきました。で、ドラゴンボール盛り。そしてね、オムレツと、こちらイカスミのね、オムレツですね。そしてね、ご飯のお供をね、お連れしてきました。ということでね、めちゃめちゃ美味しそうです。いただいていきたいと思います。オニオンスープです。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。ソーセージ。うん。あ、お米がね、美味しいですね。すごいツヤツヤな感じ。美味しい。サバの塩焼き。うん。ま、はい。じゃあね、こちらのね、これね、実はね、オムライスなんですよね。はい。こんな感じでね、ご飯が入っております。美味しそう。プルンプルン。いただいていきます。うん。オニオンデミソースがめっちゃ美味しい。中もね、すごいふわふわですね。最高。はい。こちらがですね、イカスミの、これもね、実はオムライスでございます。中にはね、こちらのですね、浦安名産って言ったらあれなのかな。アサリとですね、海苔のね、リゾットが入っていると。だから、ちょっとね、分別するとご飯がね、こんな感じで海苔とね、アサリ、これだけでいただいていきましょうかね。うん。あ、めっちゃうまい。うん。うまい。歯黒くなってないですか。あれ、はい。そしてね、ナポリタンです。ま、はい。じゃあね、こちらのフレンチトーストいただいていきたいと思います。めっちゃね、美味しそうなの。いただきます。うん。うま。もちもちでね、めっちゃあのジューシーな感じです。染み込んでる感じ。うま。はい。まあ、こんな感じでね、今食べ進めてますけれども、なんとね、こちら9時半から徐々にですね、お食事メニューがね、下げられていってですね、10時にはね、退店しなきゃいけないということで、あとね、12分で10時になってしまいますんで、頑張ってね、食べ進めていきたいと思います。また後ほど。はい、という感じでですね、無事にね、今チェックアウトが終わりまして、外出てきました。めちゃめちゃね、いい天気です。風が強いんでね、今こういう感じでウィンドジャーマーをつけて、動画をね、撮影させていただいておりますけれども、いや、こちらね、東京ベイ東急ホテルさん、めちゃめちゃね、良かったです。JAL のコンセプトルームっていうのがね、非常にね、良かったんで、またね、違う感じのコンセプトルームなんかも行ってみたいなっていうふうに思いました。いや、ぜひね、皆さんも試してみていただければなっていうふうに思います。朝食なんかもね、めちゃめちゃ美味しかったですし、やっぱりね、舞浜感があってですね、ディズニー感もありますんで、お子様連れもね、非常に来やすいんじゃないかなっていうふうに思いました。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテル宿泊レビュー、航空機搭乗レビュー、旅に関するお得情報など発信させていただいてますので、ぜひね、情報のお見逃しないように、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、次回また次の動画でお会いしましょう。ちょっとセレブレーションホテル行ってこようかな。行ってまいります。